どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の12月21日、水曜日でございます。現在の時刻は朝の6時36分です。はい。というわけで、お久しぶりでございます。はい。ここ最近の配信ね、毎回お久しぶりでございますと、なんか挨拶している気がするんですが、はい。また久々に撮っております。最後に撮ったのが、6日前ですね。約1週間前ですかね。うん。先週の、だから今日水曜日だから、木曜日に撮ったのかな？うん。聞いてもらった方もいるかと思うんですけど、ポポさんと、翔さんのね、お二方と一緒にラジオトークの方で夜8時45分からだったかな ?8 時45分から、まあ結局2時間超えになったと思うんですけど、はい。まあラジオトークの方でね、アニソン大賞、令和4年の、まあ、アニソン大賞を見ながらね、まあ、配信なんかをしたわけですけど、まあ、その前日ですかね、に、私のアニソン大賞は何なのかみたいな話をね、はい。まあ、ちょうど先週、1週間ぐらい前にね、やったのが最後だったんじゃないかなと、はい、思います。まあ、その中でいろいろね、現状報告として、自作パソコン組みますよっていう話したりとか、まあ、ゲーム実況の話とかもしたのかな、うん。とか、まあ、いろんな話をしつつ、まあ、令和4年度のアニソン大賞、どんなのが選ばれるかなっていう話を前回、はい、したわけでございます。はい。まあ、令和4年度のね、まあ、アニソン大賞、うん、まあ、結果だけ見た方もいるかと思いますけど、最終的には大賞は、チェーンソーマンのね、はい、オープニングテーマ、米津玄師さんのキックバックが、はい、選ばれるという結果には、まあ、なりましたけど、ね。まあ、リアル配信見てた方はわかると思うんですけど、ね、審査員の方たちもずっと言ってた、チェーンソーマン問題ね。うん、まあ、私も、いまいちその、チェーンソーマン問題っていうのはよくは分かってないですけど、はい。まあ、いろいろね、あったわけですよ。はい。で、みんなの、みんなのっていうと、あれですけど、令和4年度の、アニソン大賞は、まあ、キックバック、米津玄師さんのキックバックっていうふうに決まったわけなんですけど、まあ、ここにね、またちょっとチェーンソーマン問題っていうのが絡んでくるのかな。みんなの、その、まあ、ね、米津玄師さんとか、やっぱりそのチェーンソーマンって今もう一般大衆にも受け入れられてる感がやっぱあるじゃないですか。ね。はい。まあ、なので、まあ、みんなのアニソン大賞、今年のアニソン大賞は、まあ、米津玄師さんのキックバックでいいだろうと。うん、誰も文句はないでしょっていう話になったんだけど、じゃあ、俺たち、一般大衆ではなく、俺たちオタクのアニソン大賞、今年のアニソン大賞は何なのかみたいな話になりまして、で、裏アニソン大賞ということで選ばれたのが、今年ね、アニメ入って人気だった、リコリス・リコイルの、エンディングテーマ、さゆりさんの花の塔というのね、はい、いうのが、まあ、はい、選ばれました。まあ、裏アニソン大賞としてね、はい、選ばれたわけでございます。うん、まあまあそんな感じで、まあいろいろね、当初の予定にはなかった賞なんかも発表されたりして、まあ結構ね、楽しめたんじゃないかなとは思います。はい。というわけで、まあ今日はね、別にアニソン大賞の話をしたいわけではなくてですね、うん。はい。実は、まあ先週も話した自作パソコンに関するお話をちょっと今日は、はい、したくてですね、うん。まあ、先週ね、自作パソコン組みますって言って、多分配信した当日にパーツがまだ全部揃ってないっていう状況だったと思うんですけど、まあ、あれから1週間経ちまして、まあ、結論から言うと、もう組み上がっています。はい。なんだったら、この配信、この収録、まあ、いつも通りね、Adobe Audition で、撮ってはいるんですけど、実は、この今収録してるパソコン、組み上がったパソコンで収録しております。はい。なので、まあ、新環境での新しい、まあ、収録、初の収録っていう感じになるのかな。
はい。ってことなんで、まあ今日はね、まあ、タイトルにもあると思うんですけど、私が自作パソコンを実際に組んでみてどうだったのかとか、あとはまあ気になる人がいるかわかんないけど、まあ実際にどんなパーツでね、パソコン組んだのか、そしていくらぐらいかかったのか、みたいな話をね、ちょっとできたらいいかなと思っております。はい。まあ、なので、あまりパソコンに興味がない人とかはね、あんまり聞いても面白くないかなとは思うんですけど、はい。まあ、私もね、結構パソコンのパーツ選びとか、ね、ちょっとかなり迷って、まあ、いろんなところをね、参考にしながら、はい。まあ、特にその、サイコムさんっていうね、BTO ショップのパーツを参考にしながら選ばせてもらったりしたんですけど、まあ、結局そこからね、サイコムさんでは頼まず自分で組むことになったので、はい、まあ、パソコンのパーツ、ね、まあ、誰かしらの参考にはなるんじゃないかなと思って、ちょっと今日は喋っていきたいと思います。はい。あ、そうだ。これもちょっと忘れてた。自作パソコンとちょっと全然関係ないんですけど、ですね、実は先日お便りをね、はい、いただいておりまして、かなり久々だと思うんですが、はい、お便りをいただいておりまして、で、そのお便りもね、ちょっと話したいなっていうか、そのお便りに回答したいなとは、はい、思っていますので、ね、なので、まあ、その配信については、またちょっと、明日無理なんだ。そうだ、明日はね、私、病院に行かなきゃいけなくて、そう、ちょっとね、また配信できないと思うんですけど、まあ、明後日ぐらい、うん、金曜日になるのかなの朝の配信とかでちょっとね、お便りいただいたので、それについてね、ちょっと回答していきたいなとも思ってますんで、まあお便りいただいたか、くれた方はね、はい、もう少しお待ちください。はい。ということで、じゃあ早速、自作パソコンのお話に入っていきましょうか。はい。じゃあ何から行く何から行くって、まだ何もね、まあ、さっき言ったね、組んでみてどうだったかっていう感想と、まあ、パーツ構成、そしていくらぐらいかかったのかっていう話をね、まあ、するって言ったんですけど、何から聞きたいですかね。まあ、やっぱり一番みんな気になる金額かな。うん。金額、パーツ構成、で、そして組んでみてどうだったのかっていう話の方がいいかな。うん。はい。じゃあ、ちょっと早速、結論っていうかね、ですけど、いくらぐらいかかったのかっていう話ですよね。うん。じゃあ、発表します。どこ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 。セルフドラムロールね。はい。どこ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 、ドン。私が、自作パソコン、初ですね。初めて自作パソコンを組んだですけど、かかった金額はですね、まあ、細かく言った方がいいのかな。これ多分金額合ってると思うんですけど、発表します。305,020円です。はい。もっと、ね、細かく言うともうちょっとかかってはいるんですけど、はい。この30万超えのこの金額っていうのは、あくまでもそのパソコンのみというか、パソコン、どう言えばいいかな、そのパソコンの構成に必要な最低限のパーツだけっていう感じかな。他にもね、なんていうの、グラフィックボードを支えるためのなんか VGA サポートだったかな。うん、なんかそのグラフィックカードって重いんですよ。で、ちょっとこうね、なんていうのか、重くてたゆんじゃうので、それを支えるためのこうサポートを買ったりとか。あとはね、私が今回買ったマザーボード、まあ後でちょっと詳しく紹介しますけど、Wi-Fi とか Bluetooth がついてないものなんですよ。はい。で、ついてないので、まあそれを、補うために Wi-Fi と Bluetooth のアダプターをね、ちょっと買ったりとかしていますので、まあ、もっと詳しく言うと、値段、もうちょっと跳ね上がるってことじゃないか。もう数千円ぐらいかかってはいるんですけど、はい。まあ CPU、あと CPU クーラー、マザーボード、あとメモリ、SSD、GPU、まあ、グラフィックカードね、グラフィックカード、あとケース、PC ケース、電源。この8つ、合わせた金額っていうのがさっき言った305,020円ですね。多分合ってるはず、計算では。はい。まあ、なので、まあ、30万超えのパソコンとなっ
ってしまったというかなりました。はい、いやー、まあ結構かかったよね。うん、私も結構な買い物したなーってちょっと思います、今でも。うん、まあ支払い云々の話とかもね、ちょっと前しましたけど、一番最初そのサイコムさんで、パソコン頼もうとして見積もりして、で30万いたんだっけな、30万超えたんだよね、そうね、そうだ、30万超えてしまって、でそれをジャックスさんのね、ショッピングローン、何回だっけな、48回とか、そう、あのサイコムさんでキャンペーンやってて、ジャックスさんの分割手数料タダですよっていうキャンペーンやってたんですよ。でそれで頼んだんだけど、なんとジャックスの審査に落ちてしまって、パソコンが買えないというふうになって、うわーってなって、うん、買えないじゃーんってなったから、もうそれ以降ね、まあジャックスにはもう申し込めないと。うん、で、そこからどうしたかっていうと、まあ、クレジットカードのね、支払いにしようということで、うん、まあ、手数料かかっちゃうんだけど我慢して分割手数料払ってね、クレジットカードの分割払いを使おうと思ったんだけど、またしてもそこで、クレジットカードの限度額をオーバーしたあの分割払いになるってことで、それもアウトダメってことで、うわーってなって、2度目のうわーとなって、じゃあもうどうするってなって、そこで一旦作戦を変えたんだよね。まあ最初はそのサイコムさんでビデオカードも全部含めた、まあさっき言った、まあ、さっき言った金額よりもうちょっと高かったかな、安かったかな、ちょっと忘れたけど、うん、まあ、30万超えてたんじゃないかなと思うんですが、まあグラフィックボード、ビデオカード、あの NVIDIA の RTX なんちゃらかんちゃらみたいなやつね、はい、それは別で買っちゃって、それ以外のパーツをこうパーツで構成したパソコンを一旦サイコムさんで買って、で、グラフィックカードに関しては、まあ、Amazon とか楽天さんとかなんか別のショップで別途購入すれば、まあいけるんじゃないかなというような作戦を立ってましたと。うん、まあ、そうすれば、まあ、その支払いを別々にできるので、うん、まあ、合計金額的にはね、その30万超えちゃったりはするんですけど、その、まあ、私、クレジットカードを、2枚くらい、2、3枚くらいあるんで、まあ、クレジットカードを変えてね、あの支払いすれば、うん、まあ、支払えるよということで、あ、それならいけるんじゃないかなという作戦に、まあ、至ったわけなんですが、まあ、そこからさらにね、まあ、いろいろ何回かね、サイコムさんで見積もりしてもらったは、してもらったんですけど、あのパーツ選びやってるうちにね、やっぱどんどんそのなんていうの、あのここのパーツはこっちの方がいいなとかさ、色はこっちの方がいいんだけどなみたいなのがやっぱ出てくるんですよね、欲が。うん、やっぱね、サイコムさんも結構そのクロート向けの、PC や BTO ショップって言われてて、パーツの種類はねかなり豊富だって言われてるんですけど、まあそれでもやっぱりね、選べないパーツとか、うん、出てくるんですよ、うん、やっぱりで出てくるんで、まあそこでね、妥協しちゃってもよかったかなとは思ってたんですけど、やっぱね、調べれば調べるほど自分にこう知識がねついてきて、いやこっちの方がいいんじゃないとか一回も組んだことないくせになんかね、ちょっとこっちのパーツの方がいいなとかね思い始めてきてしまって、うん、こっちの方が安いじゃんとかね思ったりとか、まあいろんな思惑がありまして、じゃあ思い切ってここまでもうね勉強してというか知識もついてきたんだったらね、あのじゃあ思い切って自分で組んじゃってみようかなみたいな、うん、考えに至って、でまあ先週先々週ぐらいにあのパソコン組みますっていう話をね、まあ、したわけでございますよ。はいというわけで、まあちょっとだいぶ話が逸れてしまったんですけど、私がね、自作パソコンを組むことになった経緯っていうのは、まあ、そんな感じでございます。うん。まあ、パソコンが欲しかった理由としては、まあ、今使ってるね、ノートパソコン。はい。まあ、今ちょっとね、もうメインをその組み上がったパソコンに移行してるんで、まあ、サブパソコンみたいな感じになってますけど、そのノートパソコンがね、もう、だいぶ古い、そこまで古いわけじゃないんだけど、インテル CPU の第8世代とかな、第8、第7世代ぐらいのインテル CPU が搭載されてるパソコン使ってて、
で、グラフィックカードは内蔵 GPU、あの、外付けじゃねえや、なんかその RTX みたいなやつはついてなくて、インテルの CPU に内蔵されてる GPU を使ってるみたいなパソコンだったんで、もうだいぶね、やっぱ、うん、あれやりたい、これやりたいって出てきても、ちょっと厳しくなってきてたんですよね。うん。特にやっぱ、なんだろう、まあ、動画系、その動画編集したいとかさ、ゲーム実況やったりとかさ、まあ、そういうことやりたいってなると、どうしてもね、パソコンのスペック的に厳しかったんだよね。うん。まあだから、まあいろいろ新しいことをやるためにも、ちょっと新しいパソコン欲しいなと思っていて、パソコンをちょっとね、購入しようってなった感じかな。うん。はい。まあで、実際パソコン買って、あ、まあ、それはいや、それちょっと、まあ、後で話しますね。あの、実際組んでみての話はちょっと後で話すんだけど、じゃあ、ちょっとね、だいぶ遠回りになっちゃったけど、じゃあ、パーツの、構成と、ちょっと金額、それぞれお話ししていきましょうか。うん。ただ、まあ、全部、細かくマジで喋ってると、本当に時間なくなりそうなんで、まあ、ちょっとずつ喋れたらいいかな。ちょっとずつになるかわかんないけど、うん。はい。まあ、総額は30万超えの30万5020円ぐらいになったということですね。まあ、とりあえずそれを念頭にお話ししていきます。はい。じゃあ、まずですね、まあ、一番大事な CPU からいきましょうか。CPU、セントラルプロセッサーユニットの略だと思うんですけど、まあ、いわゆるその、パソコンの脳みそですかね。はい。あ、パソコン、人間の脳みそね。パソコンに脳みそはないんですけど、人間の脳みそに当たる部分です。はい。まあ、ここにね、お金をかけると、まあ、パソコンの処理が早くなったりするっていうことで、合ってると思います。はい。私もそんな専門家ではないんでね。うん。で、私が今回購入した CPU なんですけど、ですね、インテルさんの CPU を購入させてもらいました。はい。まあ、CPU といえば、まあ、インテルと AMD、ライゼンっていうね、はい、CPU が2つ、2種類かな。他にもあんのかね？いや、わかんないけど。うん。まあ、一応多分、有名なとこで言うと、インテルとライゼンがあるんですけど、私はね、インテルの CPU を購入しました。まあ、理由としては、そうだな。まあ、ゲームすることもあるかなということで、うん。まあ、いろいろね、ちょっと迷ったんですけど、最初。ライゼンの方がね、こう、値段的にも安かったりとか、するので、まあそっちの方がコスパいいのかなとか思ったんだけど、まあ今までもずっとね、インテルの CPU 使ったパソコン使ってきてるので、まあ、インテル買っとけば無難かなと思ったりとか、あと今回買ったのが、その第13世代の CPU。これは RPLS。なんだっけな、ラプターレイクだったかな、ちょっと忘れたけど。みたいな、そういう、なんつうの、モデル、コード番号じゃねえな。なんかあるんですよ。なんかね。なんかアルダーだとか、ラプターだかなんだかあるらしいんだけど、はい。まあ、第13世代の CPU を買いました。第13世代はね、今年出たばっかりの、CPU で、まあ、だからちょっと高いっちゃ高いんだけど、うん。で、その13世代の Core i7 を購入しました。13700K。ですね。うん。13700K なんで、一応ね、内蔵グラフィックも入ってて、オーバークロックもできるじゃなかったかな。確か。うん。まあ、いろいろね、Core i7 の中にもいろいろ細かいのがあるんですよ。なんか、末尾にね、F がつく。13700KF とかね。うん。みたいなのもあって、F がつくとね、内蔵 GPU がついてないみたいな。まあ、ちょっと安かったりするんですけど、はい。まあ、F がついててもよかったかなと思うんだけど、その、まあ、自作するってことで、調べたら、その、ね、内蔵 GPU が入ってるか入ってないかの違いぐらいしかないんだけど、そう。で、グラフィックボード買うじゃないですか、今回。買うじゃないですか、買ったので、わざわざね、内蔵 GPU の方、なくても別にいいんですけど、その、グラフィックボードが壊れたかどうかを確認したいときに、まあ、画面にね、パソコンの映像を画面に映し出したいっていう時に、グラフィックボードが壊れてしまうと、やる手段としては、他のグラフィックボードを差し込んで、その壊れてるかどうかを確認する
もしくは内蔵 GPU を、内蔵 GPU の CPU を使って、まあ、映像を、まあ、出すみたいな2通りあるらしくて、うん、でも確認のためにね、あった方が便利なんじゃないかなということで、はい。まあちょっと詳しくない人にはね、ちょっと何言ってるかよくわかんないかもしれないんだけど、まあまあまあ、あった方が、そのなんかあった時に便利なんじゃないかなと思って、はい、一応、13700K にしたということでございます。はい。で、こちら値段がですね、まあ、結構ショップによって値段まちまちなんですけど、結構高いところもあればね、安いところもあったりするんですけど、なるべく安いところで購入したいってことで、今回私はね、64,790円で購入しました。はい。というわけで、まず一つ目、CPU はインテルの第13世代 CPU、Core i7 の 13700K ということです。はい。まあ、こんな感じでちょっとパートね、ちゃちゃっと紹介していくんですけど、あ、一応概要欄にもね、今回の配信の概要欄にも、まあ、Amazon のリンクにはなると思うけど、はい、それぞれの商品のリンク貼っておくんで、まあ、よければチェックしてみてください。じゃあ続いて CPU クーラーですね。まあ一応わからない人にも言っておくと、まあ、CPU、さっき言ったね、CPU、脳みそ、人間の脳みそに当たるものはですね、めちゃくちゃ熱くなるんですよ。はい。めちゃくちゃ熱くなります。うん。なんかよくパス、YouTube とかでね、CPU で肉焼いてみたみたいな動画とかね、あったりするぐらい、まあ、熱くなるんですよ。うん。で、熱くなると、まあ、いろいろ問題が出てくるわけですよ。まあ、処理ができなくなるとかさ、まあ、故障したりとかね。うん。まあ、なので、基本パソコンっていうのは、まあ、熱くなった CPU とかを冷やすために、CPU クーラーっていうものが必要になります。はい。まあその中でもさらになんか空冷とかね、水冷とか、うん、あったりするんですけど、能力的にはやっぱ水冷の方が多分ね、いいんじゃないかなとは、私が調べた感じ、うん、思ったし、しかも今回の私のね、購入した第13世代の CPU の Core i7-13700K って、まあ、結構そこそこいい CPU なんですよ。うん。まあ、さらにこの上にね、Core i9 とかってのもあったりはするんですけど、うん。でも結構いい CPU です。確かね、能力的にはなんか、この12世代の、一つ前の世代の CPU の Core i9。うん。忘れたな。まあいいや。12世代の Core i9 と同等レベルの能力を出すらしいんですけど、まあだから能力が高ければ高いほどいいんだけど、その分ね、やっぱ熱もね、たくさん出るということで、ちゃんと冷やせる CPU クーラーを買わなきゃいけないんですけど、今回私ですね、空冷をちょっと選ばせてもらいました。うん、まあここはまたちょっといろいろ理由があったんだけど、まあ水冷の方がね、もちろんさっきも言ったけど、ね、冷やせる能力は高いんじゃないかなとは思ったんだけど、水冷ってね、なんかね、故障しやすいらしいんですよ。なんか調べたところによると。うん、場合によってはね、本当1年と経たずに壊れたみたいな人もいたりとか、まあ長くても2、3年くらいみたいな風に言ってる人もいて、うん。まあなんかちょっと壊れやすいのは嫌だなぁとちょっと思いまして、うん。で、空冷がね、結構いいんじゃないかなっていうふうに思って調べたら、ノクチュアっていうね、まあちょっとまた知らない人には何それって感じかもしれないんですけど、有名なその CPU クーラーとかね、あとはパソコンのファンとか作ってるメーカーがあるらしくて、ノクチュアっていうね、はい。まあ、有名なメーカーだと思うんですけど、そのパソコン、自作パソコン業界では有名なんじゃないかな。らしくて、その、メーカーの、NHU12A、クロマックスブラックっていうね、はい、モデルを、今回買わせていただきました。はい。まあ、この CPU クーラー、まあ、空冷の CPU クーラーなんですけど、ノクチュアの CPU クーラーの、
上から2番目くらいにいいやつかな。うん、上から2番目くらい確か。なんかね、なんだっけな、 NHD15 なんちゃらみたいなのも あるんですよ一応。うん、本当に最上位みたいなやつがあるんだけど、そっちの方がいいかなと思ってね、なるべく冷やしたいんだったらいいかなと思ったんだけど、それはねちょっとでかいんだよね。うん、結構でかくて、あの他のパーツと結構干渉する可能性もあったりとか、うん、あの、まあ、マザーボーのね構成っていうか、そのなんつうの、マザーボーがどんな風になってるか分かる人は多分分かると思うんですけど、あの CPU クーラーでかすぎて、あのメモリに干渉しちゃって、あのメモリをもしこう変えたいなってなった時には、あの CPU クーラーも一緒にこう引き抜かないと、あのできないと。うん、まあ調べれば出てくるんですけど、その NHD15 なんちゃら出てくるんですけど、とにかくでかいんだよね。でかくて、あの他のパーツを交換したりするときにも一緒に外さなきゃいけないみたいなことになるらしくて、ちょっとその辺が不便だなと、うん、思ったり、まあ、冷却性能もねそんなに U12A とまあ大差ないかなみたいな結果を、あのなんつうのブログとかで発表してる人もいたので、まあだったら NHU12A でいいんじゃないかなと思いまして、今回、はい、ノクチュアの NHU12A をちょっと購入させてもらいました。うん、で、その中のね、クロマックスブラックっていうね、はい、ブラックカラーモデルっていうのを購入しましたね。うん、ノクチュアってね、基本カラーはね、茶色い、まあ、茶色となんか白、ベージュかな、うん、みたいな、まあ、実際調べてもらうと分かるんですけど、はい、茶色い結構カラーのそのファンがついた、うん、CPU クーラーを販売してるショップっていうかメーカーなんですけど、まあなんかね、あの聞くところによると、うんこ色とか言われてる、うんこ色、うんか色とか言われてるらしいんですけど、まあ、私もね、まあ、人それぞれ好みはあると思うんだけど、あんまり好きじゃなくて、あんまり好きじゃなくて、まあ、今回そのブラックカラーモデルっていうのがあるので、そちらをちょっと購入させてもらいました。あ、そうだ、一応言っておくとね、私パソコンのパーツは基本全部黒で揃えたいなと思ってて、あんまりそのビカビカ光るようなパソコンは組むつもりはもともとなくて、うん、なるべくこうシンプルなパーツ構成で、あまり光らなくて、できれば黒色。うん、私ね、もうなんかね、あんまりこう色選びとかに迷いたくなくて、服とかもそうなんですけど、うん、だからね、もう数年前からこう色で迷ったらもう全部黒にしようっていう、うん、風にしてるので、はい、まあ、なるべく全部ね、もう黒にしようと決めてるんですよ。まあ、それよりも前に買ったものとかでね、ちょっと色が白になってたりとかするものもあるんですけど、基本私が持ってるものってほぼ全部黒なんですよ。うん、例えばですけど、ちょっと話それますけどね、キーボードもそうだし、マウス、スマホケース、あとプレステ4、スピーカーとかもそうかな。うん、あとなんかあるかな。あとさっきも言った服とか。うん、もう基本全部もう、黒です。黒色のものしかもう身につけないぐらいの気持ちでね、もう生活してるので、うん。まあ、だからなるべく、その、パソコンのパーツも黒色がいいなと思って、今回、クロマックスブラック選ばせてもらいました。でもね、黒にしてよかったなと思ってる、本当に。うん。めちゃくちゃかっこいいです。はい。まあ、他のパーツもね、黒がメインの、パーツになってますんで、うん、まあ、クロマックスモデル選んでよかったんじゃないかなと思ってます。はい、というわけで、CPU クーラーはノクチュアの NHU12A クロマックスブラックを購入しました。はい、さあさあさあ、この量で全部喋りきれるんでしょうか。まあ今日1週間ぶりですからね、まあちょっと長くなってもいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、じゃあ続いて、これも大事なパーツですね、マザーボード、
はい、マザーボードの紹介に行きたいと思います。マザーボードはですね、まあ、なんだろうね。人間で言うと、もう体そのものっていう感じ、うん。かな。もう肉体って感じですから。でも肉体って言えば、でもケースも肉体っちゃ肉体か。まあ、心臓みたいな、難しいな。まあ、この後もいろいろパーツ紹介しますし、まあ、さっき言った CPU とか CPU クーラーとか、まあ、全部そうなんだけど、もうすべてこのマザーボードにこう、接続されていくというか、うん、電源とかもそうだしね。うん。さっき言った CPU とかも、こう、マザーボードに埋め込んで、やっと起動するっていうものになるので、はい、超重要なパーツでございます。でね、このマザーボード選びもめちゃくちゃ大変だったんだけど、うん、もうどこにしようみたいな。いっぱいいろんなところからいろんな、ね、マザーボードが出てて、めちゃくちゃ大変でした。で、最終的に私が選んだマザーボードなんですが、ASUS さんのマザーボードで、タフ、これ合ってるのかな、タフで、うん。TUF って書いて、ね、タフで合ってるのかな、タフゲーミングの、Z790+D4 を購入しました。はい。で、金額がですね、44,278円です。はい。あれ、そういえばさっき CPU クーラーで何言ったっけ？あれ？言ったっけ？言ってないかもしれない。あれ？一応言っとくわ。さっきのね、ノクチュアの CPU クーラー13,981円ね。うん。はい。です。で、マザーボードは44,278円となってます。はい。まあ、これをね、選んだ理由は、一番最初何がきっかけだったんだっけな。まあ、自分でネットで調べたりとか、それこそサイコムさんで見積もりしてるときに、まあ、ASUS のマザーボードが出てきて、でそこから ASUS のマザーボードを調べ始めたんだったっけな。うん。で、そしたら、まあ、タフゲーミングっていうのは、なんか、ASUS さんの、なんていうの、その、ASUS さん、まあ、他にもね、マザーボード以外にもいろいろ、それこそグラフィックボードとかね、出してはいるんだけど、その中でもなんかいろいろシリーズがあってさ、それこそタフゲーミングもそうだし、あとね、一番上位のなんかね、ROG だったかな、ログって読むのかな、その、もうビカビカ光る、ほんとゲーマー向けの、その、シリーズみたいなのもあるんですよ。うん、かっこいいんだけどね、ちょっとビカビカ光りすぎて、ちょっとダサいっていうか、個人的にはね、うん。まあ、好きな人は好きだと思うんだけど、私はあんまりビカビカ光るタイプのパソコン、そんな好きじゃないので、高いし、しかも。うん。ゲーマー向けってことでね、スペックも高いんだけど、とにかく高いので、うん。まあ、そのログっていうね、一番、グレードの高いシリーズはもう、なんつうの、眼中にないっていう感じで、高すぎて無理みたいな、はい、感じだったんですけど、まあ、それ以外にも、あと、プライムだったかな。うん。まあ、一般向けの、その、シリーズみたいな。うん、やつがあったりとかするんですけど、まあ、タフゲーミングはね、位置的にはさっき言ったそのログっていうやつよりも下だし、プライムってやつよりも下なのかな。うん、まあ、ゲーミングって名前がついてるから、まあ、ゲーマー向けではあるんだけど、どっちかっていうと、うん、まあ、趣味でゲームやったりするタイプの人向けなのかな。そのログでやつは本当にそのプロゲーマーとかが使うレベルのシリーズらしいので私は購入せず、あとデザインかな、うん、プライムの方もまあ、タフゲーミングよりはちょっといいらしいんだけど、まあ、デザインがねちょっと白っぽいっていうかシルバーみたいな、うん、感じで、個人的にはねやっぱそのさっき見たけど黒色が良かったなと思ってて、で見たらタフゲーミングのその ASUS のマザーボードって基本黒なんですよ、うん、ほぼほぼ真っ黒で、で一応ね光はするんだけど、多少ねするんだけど、それもね本当にこう申し訳ない程度ぐらいなんだよ本当に全く光らないっていうわけではないんだけど、本当ちょこっとだけその LED がねついててピカピカ光るぐらいなので、あ、なんか全く光らないのもちょっとあれかなと思って、うん、でまあデザイン的にも結構かっこいいし、まあ値段もまあ、高いっちゃ高いんだけど、もっと安いね、マザーボードとかもたくさんあるんですよ。あるんだけど、うん。まあ、
いいかなと思って、44,278円の ASUS マザーボード TUF ゲーミングで Z790+D4 を購入しました。はい。でね、マザーボード選びって結構大変で、なんだそのチップセット、その CPU とのその相性というか、相性ではないか、その規格の違いとかで動かないことがあるので、その辺をね、皆さんもちゃんと調べた方がいいと思います。私最初ね、この、さっき言った第13世代 CPU を使いたいっていうふうにはもう大前提として思っていて、まあ、それが動くマザーボードを買わなきゃいけないんですよ。うん。なんですよ。で、そうなってくると、その、13世代が動くマザーボードを買わなきゃいけないと。で、13世代に対応してるマザーボードっていうのが、これ規格であったのかな。そのさっき言った Z790 っていうね、あの規格っていうかがあるんですけど、その700シリーズかな？うん。700のシリーズじゃないと、まあ、13世代は動かないと、インテル CPU は。うん。で、あの、Z 以外にも、あの、なんだっけな、B とか、B なんちゃらみたいなのもあるんだけど、今んとこ700シリーズはね、Z シリーズしかないっぽくて、多分、違うのかな。うん、600シリーズとかだと、なんか B6、ごめんなさい、ゲップ出ちゃった。600世代だと、B なんちゃら、B600 なんちゃらみたいな、確かあったりするんですよ。うん。で、Z、だとね、なんだっけ、オーバークロックできるだったかな、ちょっと忘れたな。うん、まあ私はオーバークロックとかするつもりないんですけど、でもまあでも700シリーズは Z しかないから、もう Z 買うしかねえじゃんみたいな感じになってて、で、あの、実はですね、600シリーズでも、インテルの13世代 CPU って動くんですよ。うん、動きます。ただ、その場合はですね、690のマザーボードを、600シリーズのマザーボードを購入した場合は、マザーボードの、その、BIOS 更新っていうのが必要になります。はい。またね、ちょっと BIOS なる、ちょっとわけわかんないワードが出てきたかもしれないんですけど、なんか今 BIOS じゃなくて、なんだっけ、UEFI だっけ？なるものもあるらしいんですが、はい。まあ、なんだろう。マザーボードに組み込まれてる OS みたいな感じなのかな？その最初に立ち上がるソフトウェアっていう感じ？うん。まあ、BIOS の BIOS の S はソフトウェアだと思うんだけど、まあ、マザーボードに最初から組み込まれてるソフトウェアって感じかな？うん。はい。そう。そういえばこれ言ってなかったと思うんですけど、私今回、OS は買ってないんですよ、実は。はい。OS 買ってません。はい。まあ、そのことについてはちょっとまた後でお話ししますか。はい。なのでちょっと今回 OS 代はね、私かかってないので、はい。料金は、に含まれてませんので。うん。そう。で、自作パソコンする場合はね、OS も自分で入れなきゃいけないんですけど、またその OS、Windows OS とは別に、まあ、マザーボードに最初から組み込まれてる、まあ、ソフトウェアっていうのが、まあ、BIOS だったり、UEFI なのかな。UEFI ってそもそもソフトウェアなのかな。ちょっとわかんねえや。はい。まあいいや。まあ、とりあえず、その、BIOS っていうものを、600シリーズだと更新しないと、13世代 CPU は使えないということみたいなんで、まあだから言ってしまえば、600シリーズでも BIOS 更新さえすれば、使えるんですよ。13世代 CPU。うん。うん。で、私最初ね、あ、じゃあ600シリーズでええやんと思って。うん。600シリーズ安いし買おうと思って購入しようと決めてたんですよ。そしたらですね、その、BIOS 更新。うん。BIOS 更新はですね、実は、まあ、ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんだけど、その、CPU がないとダメな場合と、まあ、CPU がなくてもいける場合みたいなのがあるらしくて、うん。で、これもね、しかもね、マザーボードによって違うらしくて、まあ、私はさっきも言ったけど、初の自作パソコンなんですよね。はい。まあ、だから、その、600シリーズって第12世代の CPU でも動くんですけど、私そもそも第12世代の CPU を持ってないので、うん。だから、600シリーズのマザーボードを手に入れたとして、入れられる CPU がないんですよ。13世代買ってきても、まず BIOS 更新をしなきゃいけないから、
入れても何も動かないんですよ。うん。だから、それ、13世代入れる前に12世代とかの CPU 入れて、BIOS 更新してから CPU を交換するみたいな、あの、作業が必要になってくるんですね。はい。だから、じゃあ CPU を使わない BIOS 更新を、方法を取ればいいんじゃないかな、というふうに思って調べたんですけど、あのね、これ多分その、ASUS の他にも、ASRock さんとか、かな、うん、他にもいろいろマザーボードのメーカーあるんですけど、そのやっぱメーカーごとに、その、CPU を搭載しなくても、BIOS 更新ができる機能が搭載されてるマザーボードってあるんですよ。ASUS だとね、なんだっけな、フラッシュバック機能だったかな。BIOS フラッシュバック機能だったかっていうのがあるんだけど、私が購入しようと思ってた600シリーズのマザーボードにはですね、その機能がついてないんですよ。確か。うん、ついてなくて、調べたんですよね。で、私が今回買ったね、Z790 にもね、確かフラッシュバック機能はついてなかったと思うんですよ。なんかね、結構その ASUS の中でも、あの、結構グレードの高いマザーボードとかじゃないとついてないらしくて、うん、まあ、全部につけてくれればいいじゃんと思うんだけど、ついてないらしくて。はい。まあ、なので、ASUS のそのタフゲーミングの仮に Z ね、690とか、600シリーズのマザーボードを買ったとしても、マザーボードのその BIOS 更新ができないので、そうなってくると、BIOS 更新できないと、13世代 CPU 使えないんですよ。あちゃーってなる可能性があったということなんで、やべやべ、危ね危ねと思って、今回じゃあ、しょうがねえからもう Z790 最初から買うかってなって、はい、Z790 のプラス D4 を購入しました。はい。まあ、そういった経緯があったりします。うん。まあだから元からね、その12世代の CPU を持ってるとか、うん、っていう人は別にいいとは思うんだけど、ね、結構使い回してるっていうか、うん、シリーズのマザーボードで使ってる人もいるみたいなんでね。うん。やっぱ出たばっかでね、結構 Z790 のマザーボード高すぎとかって言ってる人もいたりするんで、うん。まあまあ結構ここ落とし穴なんじゃないかなって思いました。うん、BIOS 更新ね。はい。まあちょっと BIOS 更新とかよくわかんないけど自作したいっていう人は私みたいにね、最初から790買っちゃった方がいいと思います。うん、最初から使えるんで。はい。で、あとは、そうだね。あ、その D4。うん。D4 については、これ多分ね、メモリの規格ですね。ちょっとこの後紹介しますけど、メモリもね、いろいろ調べまして、今一番新しいメモリの規格はね、DDR5。で、その一つ前が、まあ、DDR4。で、まあ、DDR5 の方が、なんか、いいところもあれば悪いところもあったり、うん。新しい規格の DDR5 の方が、なんか、めちゃくちゃいいっていうわけではないらしい。うん。なんかね、まあ、最終的には、まあ、DDR5 の方が、ね、新しい企画ではあるので、どんどんね、新しいやつ出てくるとは思うんだけど、まあ、現段階ではそんなに DDR4 でも問題ないレベルらしいので、はい。で、実はその、タフゲーミングの Z790 プラス D5 だったかな。っていうのも、なんか、あるっちゃあるんですけど、あのですね、ネットで調べると、そのなんか、海外のね、なんかウェブサイトとかで、その出るっていうふうには言われてるんだけど、Amazon とか楽天とか調べてもね、ショップで出てこないんですよ。一切。うん。出てこなくて、うん、プラス D5 か。うん、出てこなくて、あれ、なんでないんだろうと思って。これ海外でのみの販売なのかなとかね、まだ日本では販売してないのかなみたいな、まあ結論には至ったんですけど、まあ最終的には、Z790 プラス D4。はい。ということで、メモリの規格は DDR4 をね、買わなきゃいけないということになりました。うん。まあでも、そんな、うん、DDR5 になったからといって、私のような使い方だとそこまで実感はないんじゃないかなと思ったりはしますけどね。はい。というわけで、メモリの規格が D4 の、Z790 プラス D4、はい、選ばせてもらいました。まあ、そんなところですかね。うん。あ、ちなみにですけど、これ、Wi-Fi と Bluetooth がついてるモデルもあって、D4、
Wi-Fi だったかな、 Wi-Fi だったか Bluetooth って書いてるやつがあって、それを買うとね、ちょっと値段はまあ5000円くらい高くはなるんですけど、まあ元からマザーボードに Wi-Fi とか Bluetooth の機能がまあついてるっていうものになります。はい、まあ、あえてそちらを買わなかったのは、実は前もって Amazon でそのね、Bluetooth とか Wi-Fi のアダプター購入してたんで、うん、いらないじゃんってなってこちらを買ったという感じになります。うん、まあ、マザーボードについててもいいんだけど、なんかその外部アダプターっていうのかな、別で買った方が、まあなんかそのね、例えば Bluetooth 今5か、5になってるから Bluetooth 6が出ましたとかってなったら変えられるじゃないですか、ね、アダプター買い替えれば。でもマザーボードに組み込まれてるとさすがにそういうわけにもいかないので、うん、なんか他のところでさ、例えば Wi-Fi アダプター使いたいとか、Bluetooth アダプター使いたいってなった時に、あ、ちょっとここからこうペコって引き抜いて使ったりとかもできるんじゃないかなっていう意味も込めて、ちょっと別々で、はい、購入したっていう感じです。はい。というわけでちょっと長くなりましたけど、マザーボードは ASUS の、タフゲーミング Z790 プラス D4、44,278 円で購入しました。はい。OK。これで半分、いや、まだだな。まだ半分で。これで次でやった半分か。うん。次がね、メモリーです。はい。まあ、さっきね、マザーボードの時にちらっと言いましたけど、メモリーは、規格で言うと DDR4 ですね。うん。を購入しました。で、容量はね、32GB。16GB2 枚で、32GB です。はい。で、価格はね、11,616円。うん。まあ、11,000円ぐらいですね。うん。でね、CFD 販売っていうところの、デスクトップ用の DDR4 メモリーを購入させてもらいました。うん。まあ、メモリもね、本当にたくさんあるんすよ。まあ、パソコンのパーツって本当にどれもね、たくさんあるんだけど、メモリもめちゃくちゃ迷ったね。メーカー、うん、とか、サイコムさんだとクルーシャルっていうね、ところのメモリは違ったかな、 SSD とかもね、クルーシャルっていうところだったりはするんですけど、うん、まあ、結局メモリは私 CFD 販売、日本のどこだっけ、名古屋かなんかで作ってるって言ったかな、国内の一応メーカーらしいんだけど、うん、海外製のね、もっとスペックの高いメモリとかもあったんだけど、やっぱね、なんかね、メモリってね、その今だったらそんなにないらしいんだけど、そのマザーボードとの相性問題っていうのがね、なんかあるらしくて、なんか今だと規格、さっき言った DDR4 とか DDR5 みたいな、そういう規格が間違ってさえなければ、基本的にどのマザーボードとメモリでも動くらしいんだけど、やっぱね、ごく稀にね、なんか相性問題ってで動かない時があるらしいんですよ。うん、そう。で動かない時があるので、そこちょっと怖いなと思って、うん。もしメモリ買ってやったら動かないの嫌だなと思ったんですよ。でそしたら、この CFD 販売の私が購入したメモリって相性保証がついていて、まあ具体的にどういう風な保証なのかは分かんないんですけど。まあだからメモリをマザーボードに実際挿してみて、あ、相性悪いな、動かないなってなった時に多分、なんか返品させてくれんのかな、うん、みたいな相性保証がね、実はこのメモリにはついてたんで、うん、まあ一番初めての自作パソコンだし、できればね、何も問題なく終わってほしいなという意味を込めて、ちょっと相性保証のついてる CFD 販売の DDR4 の3200?かな、はい、16GB2 枚の 32GB のメモリを購入させてもらいました。はい。で、結局、まあ、相性的にも何の問題もなく普通に動きました。うん、よかった、本当にこれだけはほっとした。うん、ただね、購入するショップがね、私楽天で購入したんですけど、購入するショップの配送作業が結構遅くて、結構届くの遅かったですね。うん。まあ、安いは安いんだけど、結構ショップによってやっぱり楽天ってね、
配送が遅かったり早かったりするんで、ちょっと今回頼んだショップはあんまり、まあ、良くはなかったかなっていう。うん、もうちょっと早く届けてほしかったかなっていうのはありますね。うん。はい。まあ、それ以外でも特に今のところ問題は起きてないので大丈夫だと思います。はい。大体でもね、メモリってなんか永久保証みたいなのもついてたりするんですよね。すごいよね。うん、ただまあ、相性保証がついてるかはまた別みたいですね。うん。はい。というわけで、私が買ったメモリは CFD 販売のデスクトップ用メモリ DDR4-3216GB×2枚でした。はい。じゃあ次。メモリの次はですね、SSD。あ、来ましたね、SSD ね。SSD もね、結構2点3点あったんだよね。はい。私が買った、SSD はですね、ウエスタンデジタルの、ああ、これ長いな。ウエスタン、いや、読みましょうか。ウエスタンデジタルの WDS100T2XHE、WD ブラック SN850XNVMe、内蔵 SSD M.2NVM Express 1TB ヒートシンク搭載と。うん。これも商品名全部読みましたけど。はい。購入者ショップのね、商品名全部読みましたけど、価格はね、16,800円です。はい。まあ、さっき言いましたが、容量は 1TB。まあ、1000ギガですね、100ね。うん。1000ギガで、まあ、ヒートシンクがついてる 1TB の M.2SSD を購入しました。はい。まあ、ウエスタンデジタルの SSD は結構有名なんじゃないかなとは思うんですけど、これこそ本当さっき言ったあのクルーシャルっていうね、メーカーの SSD を今回はね、購入するつもりだったんですよ。サイコムさんでね、見積もりした時とかもクルーシャルで見積もりしてたし、っていうか、サイコムさんはクルーシャルの SSD だったかな？確か。うん。だったんで、まあ、クルーシャルでいいかなと思って、ね、調べてたんですけど、その SSD にもね、なんかその、データ転送速度みたいなものがあったりとかしていて、で、あのね、さっき言ったそのカラー、色の問題、なるべく黒で揃えたいっていう話したんですけど、その SSD の色もね、やっぱり黒がいいなーって思ったりはしてたんですけど、まあ、最終的にはね、あの、なんつうの、マザーボードについてるヒートシンクっていうものをさ、あの、カパってかぶせることになるから、まあ、大体どの SSD 買っても、まあ、見えないんだけどね、見えないんだけど、なるべく黒色がいいなと思って調べてたら、そのウエスタンデジタルっていうところね、SSD に、なんかね、WD ブラックみたいなシリーズがあるのかな、うん、があって、なんかそのプレステ5のね、追加 SSD としてもあの推奨されてるシリーズらしくて、はい。で、しかも、なんだっけな。なんかそのパソコンのソフトウェアで、あの、SSD のあれをいろいろなんか調べたりできるみたいな、うん、ことも書いてあって、あ、なんかクルーシャルよりこっちの方がいいのかなと思って、うん。まあ、値段もね、ちょっと高いっちゃ高いんですけど、クルーシャルのやつは1万ちょっとくらいだったんだけど、まあ、プラス5000円くらいなのかな。かかってはいるんですけど、うん。まあ、速度もね、あの、まあ、WD ブラックの中でも、あの、速いやつ。ですかね、SN850X、うん、を買わせてもらいました。WD ブラックの中でもね、なんだっけな、SN700 とかだったかな、忘れたけど、みたいな、もうちょっと転送速度の遅くて安いやつとかもあったんですけど、まあ、値段もそんなバーンって変わるわけじゃないので、まあ、どうせだったら早いやつがいいなと思って、今回、その SN850X ってやつを、はい。購入しました。で、ヒートシンクがついてるやつですね。うん。ヒートシンクっていうのは、その熱くなった SSD の熱を逃がすための、まあ、やつですね。うん。なので、実は今回のその SSD を挿したんですけど、うん。本来であれば、マザーボードについてるヒートシンクを、パコッとはめ、上からね、つけるものなんだと思うんですけど、今回私が買ったやつ、ヒートシンクが最初から搭載されてるんで、マザーボードのそのヒートシンク、うん、いらなくなってしまったというね。うん、なので今箱にしまってあるんですけど、
はい、合ってんのかなあれね。あれつけた方が良かったのかな。でもつけようとしてもね、あのヒートシンクがもうついてるから結構こう厚みが出ちゃって、マザーボードのヒートシンクがネジでつけられないみたいな感じだから、わざわざつける必要ないと思うんだけどね。うん、結構ね、あのまあまあ SSD のなんか長さがあるのかな、結構長いやつもあれば短いやつもあったりするんだけど、このね私が買ったやつはね結構短めの SSD、 本当あのなんつうの、今あんまり見るかな、あのガム紙でさ、あの長方形の細長いガムあるじゃないですか、紙でこうくるまれてるやつ、ほんとあれぐらいの長さぐらい、もうちょっと長いけど、あれぐらいの長さぐらいしかない本当に黒いあのガムみたいな大きさのやつがこう SSD になってて、それをこうパコンって M.2 のところにはめるっていう感じですね。うん、まあ体感、まあ他のやつと比べたわけじゃないから速度速いとかは言われてますけど、うん、もちろんその前のねパソコンと比べたら圧倒的にもういろんな速度がねスペックアップしてますから早いんですけど、うん、まあでも満足しております。はい、かっこいいし、はい、というわけで、私が購入した、SSD はですね M.2 の、ウェスタンデジタルか、ウェスタンデジタルの M.2SSD1TB ヒートシンク搭載の、WD ブラック SN850X でございました。はい、今何分ぐらい？あれ、1時間もう喋ってる。1時間超えてる。まあいや、ここまで来たらもう全部喋っちゃうよね。うん。じゃあ次。次はですね、じゃあグラフィックボードいきますか。グラフィックボード。はい。で、このね、グラフィックボードがやっぱ一番高いね。うん。まあ自作パソコン組んだことある人ならわかると思うんですけど、これが一番高くなってしまうんですよ、やっぱり。だからグラフィックボードさえなければというか、グラフィックボードがないとまあね、あまり自作パソコン組むメリット、まあ、ゲームしたりする人はねあんまり意味ないかなと思うんですけど、うん、やっぱ高いんですよね。で今回私がですね購入したグラフィックカードはですね、ASUS さんの GeForce RTX 3080搭載の V2オーバークロックエディション 10GB GDDRX になります。はい。TAF RTX 3080 O10G V2 ゲーミングってやつだね。はい。になります。はい。まあ、詳しい方はね、知ってると思うんですけど、RTX のグラボは今、4000シリーズか。うん。今、一番新しいし、スペックもね、バカみたいに高いんだけど、あの値段がねもう20万超えとか、うん、なのでまあ正直そんなにいいものはいらない、そこまではね、うん、まあでもね今回私が購入した3080結構いいものだと思うんですよ、うん、この上にね 3080Ti と3090かな、はい、っていうのがあるんですけど、まあ 3080Ti とか90までいっちゃうと本当にもうちょっと値段もね、バカみたいに跳ね上がるし、まあ、コスパ的にもこのぐらいがちょうどいいんじゃないかなということで、今回3080を買いました。うん。あ、でもあれか。もうちょっとコスパ求めるんだったら、もうちょっと下のものでもいいかなっていう気もするね。3070とか、3070Ti とかもね、あるんですけど、うん。まあでもなんか、あんまり妥協しすぎて、後々ね、やっぱスペック不足で何もできなくなりましたとかっていうのも嫌だなと思って、まあそれなりのスペックで、まあ値段もうバカみたいに高いわけではないということで、はい、3080購入しました。で、値段はね、109,800円。まあ約11万円だね。これがやっぱ高い。一番高いですね。うん。これがなければだって、パソコンの値段20万切ってるからね、うん、3分の1はこのグラフィックボードにかかっていると言っていいでしょう。うん、まあなのでめちゃくちゃ高い買い物ではあったんですけど、まあでもね、うん、ゲームやったりとかゲーム実況やったりとか、まあ、その他にもねなんかいろいろやりたいことが増えてきた時にそのグラフィック能力が足りなくてできないなるよりはまあいいんじゃないかなということで、こちらも結構満足はしております。うん。
はい。まあ、なので、ちょっとだいぶ高い買い物にはなってしまったんですけど、個人的には、はい、満足しております。まあ、こっからかな、でもね、満足度がさらに上がっていくのは。うん。まだね、ちょっとゲーム実況とかもまだできてないですし、実際にツイッチで配信してみたりとか、うん、まあ、いろいろやってみて、やっぱり3080買ってよかったなって思うことが多分今後増えてくると思います。うん。はい。まあなんか噂によるとね、さっき言った4000シリーズが、なんか12月中旬ぐらいから、ね、来年の1月ぐらいにかけてなんか大幅値引きするんじゃないかみたいな噂もね、あったりはするんですけど、まあ、まあ、それはそれでいいのかなって思うし、ね。まあ、3080より高いことは変わりないだろうし、あと、まあ、4000シリーズはね、多分、またその電源も買い替えなきゃいけないとかさ、うん、消費電力も半端ないと思うんだよね。うん。まあ、なので、まあ、まだまだ私にはそこまで必要ないかなっていうところで、はい。まあ、今のところは3080で問題ないとは思っております。はい。というわけで、うん。まあ、グラフィックボードに関してはそこまで迷いはなかったね。はい。もちろんその3080の中でも、いろんなメーカーがいろんなシリーズでそれこそまた出してるんだけど、私はね、ASUS さんの、はい。さっき言ったタフゲーミングシリーズ、はい。の RTX 3080購入しました。うん。まあ、そうだね。タフシリーズ選んだのは安いっていうのもあるし、そう、同じ3080でもね、やっぱりね、10万、もうちょっとするやつもあるんですよね、やっぱね。それこそ、ログシリーズ、とかもそうだし、他のメーカーだともうちょっと高いとかね。まあ、いろいろあるんで、これ迷うんですけど、まあ、値段の安さと、やっぱデザイン。まあ、マザーボードもタフゲーミングだし、いいんじゃねと思って、はい、3080購入させてもらいました、ASUSさんね。はい。というわけで、私が買ったグラフィックボードは、ASUS の GeForce RTX 3080 109,800円でございました。はい。OK。うん。じゃあ、次。あと2つかな、でもね。はい。じゃあ、続いてはケースですね。PC ケース。PC ケースはですね、私が購入したのは、フラクタルデザインさんの、ディファイン7か。ディファイン7のブラック TG ダークティントでございます。はい。ミドルタワーの PC ケースですね。うん。ブラックカラーでございます。で、PC ケースもね、まあ、ちょっと迷ったんだけど、まあ、もう結構最初から、なんか、もうフラクタルデザインにしようかなっていうふうには決めていて、うん。これもちょっと言ってなかったけど、私、今回の自作パソコン組むにあたっていろいろ YouTube とかでね参考にさせてもらったんですけど、特に参考にさせてもらったのはやっぱりあのガジェットのね YouTuber で有名な瀬戸康史さんとか、あとはね PC ケース選ぶさんに参考にさせてもらったのはサッさん、それこそ瀬戸康史さんもね PC ケースの動画上げてる時にサッさんの話、はい、サッさんさんとかサッさんみたいな話をねしてたと思うんですけど、はい、そのお二方の動画とかを参考にして、まあ、最終的にフラクタルデザインのディファイン7を選ばせてもらいました。うん、もちろんカラーだとかね、その辺はちょっと違うんですけど、はい、フラクタルデザインのディファイン7、ブラック TG ダークティントでございます。はい、うん、まあ、細かく言うと、ディファイン7の中にもディファイン7なんだっけな、ミニとか、コンパクトとか、なんか X とかだったかな、XL だったかな、忘れたけど、さらにでかいやつとかもあるらしく、そこからさらに色がね、ブラックとホワイトがあったり、ブラックとホワイトが混ざったやつがあったり、あとはね、グレーみたいなのもあったりして、結構幅は広いんですよ。うん。で、さらにそのサイドパネルが、まあ、ガラスなのかガラスじゃないのかとか、あとはガラスだけど、透明ガラスなのか、ちょっと黒いガラスなのかみたいな、曇りガラスではないか、なんか黒めのガラスなのかみたいなのもあったりするんですけど、今回私が選んだのは、まあ、ディファイン7、ノーマルのディファイン7の、黒い、ブラックですね。黒い、全部黒いケースで、かつサイドパネルはガラスの、さっき言った黒いやつです。透明なね、
ガラスではないです。はい。まあ、透明なやつでもいいかなと思ったんだけど、まあ私ね、さっきも言ったように、あんまりビカビカ光るのとか、好きじゃないというか、うん。で、なんかガラスもなんか黒の方がちょっとかっこよくないと思って。ね、ちょっとね、その、パソコンの中身を見て楽しみたいっていう人には、ちょっと黒くてね、ちょっと見にくいからあんまりおすすめはできないですけど、うん。まああんまり、なんだろうね、透明よりはブラックの方がかっこいいんじゃねえと思ってブラックにしたんですけど、でも個人的にはかなり気に入ってます。はい。で、私今回その楽天のショップで購入したんですけど、取り寄せっていう形だったかな、でもね。うん。あ、金額はね、26,800円です。はい。PC ケースにしてはちょっと高い部類かな。うん。もうちょっと安いのもたくさんあると思いますね。はい。で、取り寄せっていう形ではあったんですけど、なんとか購入できました。うん。ネットで調べるとね、Amazon とかだと出てこないですね。この黒いガラスのやつ。うん。透明なガラスのやつは結構売られてるんですけど、黒いガラスのやつはあんまり売られてなくて、うん、楽天であるかなって調べたら、ちょうどあってですね。あ、ラッキーみたいな感じで。値段もそこまで。楽天ってさ、商品あるんだけど、バカみたいに値段跳ね上がってるみたいな商品あるじゃないですか。ね。なんだけど、まあ、そこまで値段も変わってないし、うん。まあ、取り寄せっていう形ではあったんですけど、まあ、比較的早くね、取り寄せられて届いたし、まあまあ、何でも問題なく使えてるので、良かったなと思っております。はい。まあね、まあ、ディファイン7選んだ理由は、まあ、その瀬戸康史さんが使ってるとかもあるし、あとね、実際にそのまま組んでみた時に、やっぱね、めちゃくちゃ良かった。うん。やっぱそのサイドパネルとか、上の蓋っていうのかなとかね、どんどんガバ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 外せるんだよね、簡単に。うん。結構その辺がやっぱ良かったなって思いました。他のパソコンだとわざわざネジでね、こう、開け閉めしなきゃいけなかったりするんで大変なんですけど、こう、ワンタッチっていうか、ドライバー必要なく、ガバンって、両サイドとか上とかも外せたりとか、うん、して、すごい組みやすい、うん、ケースだったなって、今にして思うので、うん、まあ、買ってよかったなっていうふうには思います。デザインもね、真っ黒で、うん、シンプルで、かっこいいので、気に入っております。はい。というわけで、私が買った PC ケースはですね、フラクタルデザインの、Define 7 Black TG Dark Tint でございました。26,800円です。はい。OK。じゃあ、ラストパーツいこうか。ラストパーツ。まあ、ラストパーツはね、電源です。電源。はい。電源もね、迷ったね。めちゃくちゃ迷いました、電源も。なんかね、まあ、電源って、構成するパーツによってね、消費電力っていうのかな、容量っていうのかな、がね、結構こう、必要になってくるんですけど、それこそ、まあ、CPU なのかな ?CPU と、特に、CPU と、グラフィックカードかな、うん。まあ、この辺のスペックによって、まあ、何ワット以上じゃないとダメとかね、うん、あるみたいで、まあ、特にグラフィックカードかな。サイコムさんで、見積もりしようとしたりすると、まあ、サイコムさんってその相性、なんかチェックみたいなのがあって、相性が悪いパーツは選べないようになってたりするんですけど、その時にね、グラフィックカードで3080とかを選ぶと、電源が 850W 以上じゃないと注文できませんみたいな感じになったりするんですよ。うん。まあネットでいろいろね、その、電源の選び方とか、ね、出てくると思うんですけど、今回私はですね、私が買った電源は、FSP さんの、80+Gold の規格。はい。ATX 電源、セミモジュラータイプ、ハイドロ GT プロシリーズ 850W。はい。購入させてもらいました。ブラックです。はい。なので私が買った電源はね、全部で、まあ、850W。全部で、うん、まあ、850W の電源になります。で、さっきその80プラスゴールド規格って言ったけど、なんかね、電源の中でも、その、電気の効率なのかなみたいなものがあるらしくて、まあ、ゴールド、上にプラチナだったかな、なんかプラチナとかなんかね、
うん、なんかいろいろあるらしいんですけど、まあ電力変換のなんか効率のやつを表してる企画らしいんですけど、まあ大体80プラスゴールドぐらいは選んどけば無難とのことだったんで、はい。まあ、もうちょっとお金出せばね、もうちょっとそのプラチナムとか、プラチナとかね、選べたりはするんだけど、まあ、そこまで、変わりはないんじゃないかなということで、うん。80プラスゴールドのやつを選ばせてもらって、であとは、まあ、容量ですかね。その、容量っていうのかな ?850W。うん。まあ、750W とかもあるし、600とかもあるし、650とかもあるし、うん。まあ、グラフィックカードがね、さっき言った3080だったんで、まあ、850W 以上は必須だよねっていうことで、うん。最初 1000W とかも考えたんだけど、それこそね、4000シリーズとかになると多分ね、1000W 以上必要になるんだと思うんだけどね。うん。だと思うんだけど、まあ、3080だと 850W 以上って書いてあったし、うん。なんかね、結構、よく言われてるのは、なんだっけな。それこそドスパラさんのね、サイトで、その電源、自分のパーツの CPU とかグラフィックボードを入れると、推定これぐらいの電源が必要ですよ、みたいなやつが出てくるんですよ。なんか、ドスパラさんのサイトだったかな。うん。あって、なんかね、それだと、そのパーツの必要な消費電力の2倍必要なみたいな計算で出てくるんですよね。そうすると大体ね、やっぱ 1000W ぐらいは必要になってくるみたいな話になるんだけど、いろいろ調べると、実際そんな倍使うことなんてないから、さすがにそれは、2倍はちょっと言い過ぎというか、ちょっとスペックを求めすぎですみたいなことを言ってる人も結構いたので、うん。まあ、だったらわざわざ 1000W もいらないんじゃないかなっていうことで、うん。なんか私が見たサイトとかだと、まあ、1.5 倍、いや、1.3 倍ぐらいでもいいかなみたいなことを言ってたんで、うん。まあ、それだと、まあ全然 850W でもね、全然物足りるということだったんで、はい。まあ 850W の電源を選ばせてもらったという感じですね。うん。で、まあ、あとはメーカーですよね。うん。そう、この 850W で80プラスゴールド規格が決まっても、あとはどこのメーカーの電源を買うかっていう問題も出てくるんですけど、これに関してもね、まあ、FSP に最終的にはしたんですけど、最初どこだったっけな、最初なんか他のメーカーだったような気がするんだけど、まあいろいろ調べてたら、ね、その電源メーカーのなんか特徴とかね、ネットで調べてたら、まあ、結構昔からその電源とかを作ってる結構古参のメーカーらしくて、で信頼性もあるってことだったんで、ああだったらまあなんかデザインもね、黒となんかこう青字のね、ハイドル GT みたいな文字も結構かっこよかったんで、ああなんか良さげだなと思って、まあ、デザインだったりそのね、信頼性だったりみたいな部分で惹かれて、ちょっと FSP の電源を購入させてもらったという形になります。はい。まあね、これセミモジュラータイプって言って、電源の中にもね、フルモジュラー、うん、モジュラータイプ、セミモジュラー、あ、なんだ、ん、フルモジュラー、セミモジュラーまあいろいろそのモジュラーのタイプがあって、簡単に言うとその電源のコードが最初から電源に全部もうぶっ刺さってるような状態、抜けないような状態っていうのかな、みたいなタイプもあれば、必要最低限なものだけがもう最初からもう抜けないようになってて、後から必要なものを自分で追加でコードを挿して付け外ししながら使っていくっていうタイプ、まあ、今回私が買ったセミモジュラーっていうのはそのタイプなんですけど、さらにまた別のやつで、もう本当に全部自分で必要な分を挿してやるってやつ、うん、っていうのもあるんですけど、まあデザイン的というか、うん、管理の観点で言うとやっぱりその、なんつうの、全部抜き差しできるやつの方がね、その電源っていうその筐体と、まあ、ケーブルっていう感じでも全部分かれてるんで、うん、扱いやすいかなとは思うんですけど、確かね、この私が買ったやつにもフルモジュラーって合ってるかなって言って、本当に全部付け外しできるやつあったんですけど、まあ、値段がちょっと高いのもあったし、まあ、最終的に私その自作 PC 初なんで、電源の配線でちょっと迷ったら嫌だなと思って、だったら最初からこう必要最低限ついてるセミモジュラーの方がいいかなっていうのもあって、
まあ、今回セミモジュラータイプのやつをちょっと選ばせてもらいました。はい。実際やってみたけど、本当に必要最低限のやつはもう使わなきゃいけないし、うん、まあ、今回追加でケーブル2本ぐらいかな？うん。使ったけど、まあそんなにそのごちゃごちゃとなるわけでもなかったんで、まあ満足してます。はい。って感じかな。はい。というわけで、私が購入した電源は FSP さんの80プラスゴールド規格の ATX 電源セミモジュラータイプハイドロ GT プロシリーズ 850W でございました。 16,955円です。はい、ということで全部お話が終わりました。イエーイ。長かった、長かったよ。もう1時間30分になるね、多分ね。はい、まあ、とりあえず、じゃあ CPU、CPU、クーラー、マザーボード、メモリ、SSD、GPU、グラフィックカードね、ケース、電源、8つ全部お話し終わりました。はい。まあ、最初の方にも言いましたけど、これ以外にもね、グラフィックカードを支えるための、VGA サポート、ステイとかね、はい、長尾製作所の、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、これも瀬戸康史さんの動画なんかでも出てきてね、いますけど、長尾製作所の VGA サポート、1,558円かなで買ったりとか、あとは Bluetooth と Wi-Fi のアダプター2つでまあ2322円ぐらい、うん、TP-Link さんのやつですねを購入したりとか、うん、あとはまあ LAN ケーブルか、うん、パソコン用のインターネット接続用の LAN ケーブルを1本467円で買ったりとかしたっていう感じですかね。うん、本当にそれぐらいです。はい、それぐらいですって言っても結構買ったんだけどね。はい。で、合計額合わせると、まあ、大体まあ31万ぐらいにはなるのかな。うん。なので結構、この2022年の年末になって結構大きな買い物したなっていう気はしています。はい。ですね。まあ支払いもね、これからしなきゃいけないので、まあ大変ではあるんですけど、ただ今のところ組んで、もう実際今使っていますけど、かなり満足してます。うん。とにかくね、やっぱね、起動がめちゃくちゃ早い。うん。OS もね、Windows 11か、にしたんですけど、うん。めちゃくちゃ早い。まあ、前使ってるパソコンの感覚で使うとね、本当にめちゃくちゃ早く感じますね。電源入れて、うん。なんか、本当あっという間に20秒ぐらいかな。10秒ぐらいに、10秒ちょっと言い過ぎかな。20秒ぐらいで本当に、もう、ね、ログイン画面にパッて行って、で私はそのパソコンを起動したと同時にブラウザとあとなんか音楽再生ソフトみたいな、うん、YouTube ミュージックで音楽聴いたりするんですけど、そういったアプリケーション自動で立ち上げるようにしてるんですが、それもねもうすぐ立ち上がる。速攻めっちゃ早い。タブもねめちゃくちゃ開いてるんですよ。タブもね、結構同時に開いた状態で、そのブラウザ立ち上がるんですけど、本当に一瞬でね、パーンって立ち上がるんで、うん。もう快適です。はい。ですね。で、あ、じゃあさ、そうだ。実際組んでみての感想をね、まとめてちょっと話する前に、じゃあ、OS の話もしとくか。OS ね。はい。まあ、さっき話の途中で言いましたが、今回私ね、OS 買ってないんですよ。じゃあどうしてんのって思われるかもしれないんですけど、自作パソコンやったことない人はね、ちょっと注意なんですけど、Windows、まあ自作パソコン組んだら大体 Windows だと思うんですけど、Linux もいるのかな？ Linux 組む人もいるかもしれないけど、まあ一応基本的にはまあ Windows の人が多いと思うんで言っておきますけど、パソコンって Windows っていうね、その OS を自分で買ってインストールしないと使えないんですよ。うん、パソコン組んで最初からパーンって Windows が立ち上がるわけではないんですね。うん、まあ、これもさっきマザーボードのとこで言いましたが、最初に立ち上がるのは、まあ、BIOS、UEFI だったりとかするんですけど、まあ、その辺の画面をね、いじっくりながら、Windows OS をインストールするっていう作業が必要になります。はい。で、今回私、まあ、OS 最終的には買わなかったっていう話をしたんですけど、どうしたかというと、私ですね、それこそついこの間までメインで使ってたノートパソコンとは別にですね、さらにそれよりも前に使ってたノートパソコンが実は1台余ってたんですよ。うん。
で、そのパソコンね、それこそ Windows 7とかだったかな、最初買った時。うん、Windows 7で、マウスコンピューターさんで買ったノートパソコンのね、BTO パソコンだったんですよ。まあ私が買ったというよりは、大学入学祝いだったかな、の時に、両親にね、プレゼントとして買ってもらったパソコンだった気がするんだけど、うん。やっぱりその大学行ったりするとさ、レポートとかをパソコンで作ったりするってことがあるから、ってことで親からね、買ってもらったノートパソコンがあったんですよ。マウスコンピューターさんでね。まあちょっとそれがいくらしたかとか全然私はわかんないんですけど、うん。が、それがあって、まだずっとね、取っといてあったんですよ。うん。で、OS ね、結構普通に買おうとするとやっぱね、2万とか、うん。まあ Amazon とかで調べればわかると思うんですけど、まあまあいい値段します。はい。まあまあいい値段します。で、それって何の金額かっていうと、ライセンス料なんだよね。うん。ネットでアクセスして、Windows 11とか、まあ、10とか、調べれば、OS 自体は、無料で入れられるんですよ。誰でも。うん。やろうと思えばね。ただ、入れた後、ライセンス認証しなきゃいけなくて、まあ、いわゆる正式な OS なのか、まあ、正式、なんて言うのかな。マイクロソフトから認められたちゃんと OS なのかっていうのかをこう認証しなきゃいけないんだけど、うん。なんかまあそれにかかる金額っていうのがその Amazon とかで売られてる多分金額なんだと思うんだけどね。はい。まあ、だから、ライセンスキーを Amazon でこう Amazon とかで購入して、そのライセンスキーを使って、自分のパソコンで認証するっていう。そこにやっぱちょっとお金がかかってしまうんですよね。うん。なんだけど、ネットで調べたらね、その昔使ってた OS を、新しいパソコンに移し替えるみたいな方法がね、あるんですよ。そう、あったの。で、それを知って、あ、じゃあ私 OS 買う必要ないじゃんと思って。うん。さっき言った、そのマウスコンピュータのパソコン、Windows 7からね、10に変えたりはしてるんですけど、もうね、もうもうずっと触ってなかったりもしてたのも原因かもしれないんですけど、まずまともに動かないのよ。うん、まずまともに動かなくて、もういろいろ重いし、うん、起動にもね、一体何分かかるんだっていうね感じのパソコンだったんで、もう使ってないんで、だったらそのパソコンの OS を、OS がライセンスを引っ越しちゃえばいいんじゃないかなと、うん、思ったんですよね。はい。で、見事今回ね、それをやることができたんで、OS に料金がかかってないっていう形になります。はい。まあ、これはね、なんかいろいろやり方があるみたいなんで、まあ、詳しくは自分で調べてみてほしいんですけど、はい。まあ、それかなんか、もっと詳しく知りたい人はね、お便りなんかで、うん、聞いてもらえれば、ちょっとこうやってクドラジでね、喋ったりとか、しようかなと思いますけど、パソコンの裏になんかライセンスキーが書いてあったりはしたんだけど、全然使わなかったね。一応メモったりとかしておいて使うかなと思っていたんだけど、全然使わなくて、前準備としてね、なんかその、前使ってたパソコンのやつで、まずね、マイクロソフトのアカウントでログインして、で、マイクロソフトの Windows のライセンスがどんな状態かっていう確認できる画面があって、そこでね、そのライセンスキーがオンライン上、まあ、マイクロソフトのアカウントで認証されてますよみたいな。まあ、要はマイクロソフトのアカウントと、その Windows OS のライセンスがまあ紐付けされてますよみたいなことがまあ記載されている状態にまず持っていくんですよね。昔のパソコンで。うん、それが確認できたらとりあえず OK。OK で、そしたらあとは、まあ、今回の私で言うと自作したパソコンに、ネット上から拾ってきた、OS をまずインストールします。はい。で、ライセンスキーは持ってないんで、ライセンスキーは持ってませんで進んでいって、うん。最初はね、だから、ライセンスキーがない状態の OS を入れるっていう感じです。はい。で、そこから、なんだっけな、なんかトラブルシューティングみたいな画面に行くんですよ。そのライセンスのなんか認証画面から。
そこからね、なんかハードウェアを交換しましたみたいな、移行しましたみたいなところに行くと、もちろんね、前もってマイクロソフトのアカウントでログインしておく必要はあるんだけど、マイクロソフトのアカウントでログインして、このハードウェアから今のハードウェアに移ったんですよ、みたいなことをやると、もうあっという間に、あっという間にライセンス認証完了しました。うん、これでもう本当に OS 移行完了っていう感じです。はい。まあ、なので、こうすれば、これやれば、もう一生、うん。まあ、また別のパソコン買うってなったら別だけど、うん。別だけど、今、例えば使ってる、ね、パソコンから、また別のパソコンに OS を移したいって時は、まあ、今の方法をね、同じようにやれば、うん。また OS 買わなくて済むっていうことなんで、めちゃくちゃね、いい方法をね、まあ、なんか手に入れたなと思いまして。うん。もしね、まあ、使ってない古いパソコンの OS とかあったら、ちょっと実際ね、一回やってみてほしいなとは思いますね。うん。やっぱ2万円ぐらい浮くのは結構でかいよね、やっぱね。はい。まあなんかでもね、私の場合、マウスコンピューターで買ったその BTO のノートパソコンだったからいけたっていうのもあるのかもしれないね。うん。なんかその、それこそ私が今、前まで使ってたノートパソコンって HP。さんのパソコンなんですけども、そういうメーカー製のパソコンだともしかしたらダメかもしれない。なんか OEM 版だったかな。ちょっと私も詳しくないんですけど、みたいな、そういうバージョンだと移し替えられないとかっていう話も聞いたりしたんで、まあちょっとそこはね、やってみてっていう感じにはなるかな。うん。まあとりあえず、昔その BTO とかで使ったというか作ってた、OS がある人は、うん、新しく自作組むときはね、OS 以降やってみてほしいなと思います。はい。ってな感じで私はまあ Windows OS をまあ今回購入しなかったという感じになります。うん。しかもね、でもね、幸いなことにね、私がその昔買ってもらった Windows のパソコンって、Windows 7 Pro なのかな？うん。の状態で、そこからね、Windows 10 Pro にアップデートしたんだよね、OS を。バージョンアップしたんですよ。うん。で、Windows 10 Pro が入ってるパソコンだったんで、で、もちろん、新しい、今回組んだパソコンに入れる OS も Windows 10 Pro を入れたんだよね。うん。で、そこからライセンス認証したんで、無料で、Windows 10 Pro になって、そしてさらにそこから、OS をバージョンアップして、今ね、Windows 11 Pro をね、使ってます。うん。やっぱプロとホームで値段もね、結構差があったりするんで、大体の人はまあ、ホームでいいと思うんだけど、まさかのまさかで、無料で、11プロを手に入れることができたということなんで、まあ、ラッキーっちゃラッキーだったのかな。うん。まあ、昔パソコン買ってくれた親に感謝ですね。はい。うん。ってな感じです。はい。今何分くらい？ちょっと喋りすぎたかな。1時間31分。2時間ぐらいになっちゃうかもしれないけど、じゃあ最後にじゃあ、ね、でまとめとして、うん。今回、自作パソコン実際に組んでみてどうだったのかっていう話をね、軽くして、まあ終わろうかな。はい。まあ実はちょっとまだ他にもね、ゲームの話とかもちょっとしたかったんだけど、まあまあ、まあ、次回で大丈夫でしょう。うん。はい。じゃあまとめです。はい。まあ今回、ね、まあ、さっきいろいろ紹介してきたパソコンのパーツ、うん、CPU から始まって、まあ、電源ぐらいかな ?8 つぐらいね、パーツ買ったり、いろいろ他にもパーツ買ったりして、人生で初ですね。初の自作パソコン。うん。30万超えのね、自作パソコンを組んでみたんですけど、まあ、大変でしたね、やっぱね。うん。大変ではありました、やっぱり。一から自分でパーツを選ばなきゃいけない。うん。まずそこが大変だったね。もう迷いに迷いまくったから、もういろんなものに、ね、時間をやっぱ取られちゃって。うん。まあ、だからそのポッドキャストとかもね、毎日配信できなくなっちゃったし、ゲーム実況もちょっと休んだりとかしてたんですけど、とにかくね、パーツ選びがとにかく大変だったね。うん。ネットで言ってる人もいるけど、とにかく自作パソコンはパーツ選びさえ終わればもう8割終わったようなもんみたいなこと言ってる人もいたんで、それはね、自分でやってみてなんかよくわかりました。うん。パソコンのパーツさえ決まってしまえば本当にね、あとはもう、どこでこう、なるべく安く買うか。で、あとはパーツが手元に揃えば、あとはもう組み立てるだけなんですよ。うん。まあ、ね、私みたいに初めてだといろいろね、手こずる部分もあるとは思うんですけど、
でもまあパーツ選びが決まれば、うん、まあ大方終わったようなもんなんじゃないかなというふうには私も感じました。で、パーツ選びが終わって、どこで買うのか決めて、まあ私の場合はね、今回、あ、これも言ってなかったな。私今回 Amazon と楽天さんをね、併用して購入したんですけど、Amazon はね、ちょっとまあ、セール期間中にちょっと買えなかったんで、普通に買ったんですけど、楽天がね、ちょうど、お買い物マラソンやってて、うん、実は。お買い物マラソンやってて、結構ポイント還元、されました、うん、この前ね、何ポイントぐらい付与予定っていうのが出たんだけど、1万8000ポイントぐらい、うん、楽天ポイントで付与予定っていうのが出たんで、まあだから今回30、まあ細々したものも含めると31万ぐらいになるって話ね、しましたけど、ポイント還元、楽天のポイント還元とか、Amazon の楽天還元も含めると、もう大体2万ポイントぐらいがね、入ってくる予定なので、まあだから実質で言うと30万は切ってるっちゃ切ってるのかな。うん。はい。実質ね。ただまあ、前にも言ったけど、今回の支払い金額、一括で全部支払うのはちょっと難しいので、はい。ちょこちょこっとね、分割払いとかしていくから、まあ、分割手数料とか含めると、まあ、最終的には30万超えるかもしれないけど、はい。まあ、そんな感じになっております。あ、そうだ。これもう一個言っとくか。マザーボードのところの話なんだけど、はい。ちょっと話戻っちゃうんですけど、マザーボードね。まあさっき言った ASUS のマザーボード、タフゲーミングの Z790+D4。これ購入したんですけど、これ買ったショップがですね、まあ、楽天の、楽天ビッグ。楽天とビッグカメラがやってる楽天ビッグっていうショップがあって、ここで購入したんですけど、実はね、私知らなかったんだけど、楽天ビッグって、まあ、いくら以上、ちょっとだったか忘れたけど、いくら以上の買い物だと、オリコのローンが使えるんですよ。オリコショッピングローン。うん。使えます。で、私今回買ったマザーボードがね、44,278 円だったんで、まあ、実はオリコローンでね、購入しました。はい。で、なんでオリコローン使ったかっていうと、なんと、キャンペーンなのかな？元からそういうものなのかちょっとわかんないんだけど、なんと、オリコショッピングローンがね、まあ、規定回数、ん？何回までみたいな話ではあるんだけど、手数料タダなんだよね。うん。まあ、だから、今回 44,278円だけど、分割にしても、まあ、オリコのショッピングローンで分割にしても、支払い金額は変わらないっていうことだったんで、はい。今回ね、44,278円ね、楽天ビッグのオリコローンを使って、何回払いだったかな、忘れたな。12回とかだったかな。確か。だからね、毎月の支払い額が、3000円以上にはならなきゃいけないっていうルールはあるんですけど、うん。確か24回とかもいけたんだけど、そうすると、毎月の支払い額が少なすぎて、ダメです、みたいな感じになっちゃって、まあ、確か仕方なく12回とかにして、毎月3000円だったかな。ごめん、もうちょっとあったかもしれない。まあ、3000円だと計算足りないよね、だってね。1年間じゃないかな。ごめん、1年間じゃないかも。1年半とかだったかな。ごめん、忘れた。忘れたけど、まあ、とにかく分割で、1年以上かけて、毎月3000円ちょっとずつ払っていけば、まあ、支払いできるっていう感じになったので、うん、まあ、良かったんじゃないかなと思います。はい。まあ、だから楽天ビッグね、まあ、家電系がまあ多かったりするとは思うんだけど、高い買い物したりするときはね、オリコショッピングローン、結構おすすめなんで、はい。まあ、私が買った金額もそんなに高くなかったってのもあるのかな。うん。私、ジャックスは落ちちゃったんですけど、うん、まあ、オリコのね、ショッピングローンはなんとか通ったんでよかったです。はい。これもちろんショッピングローンなんで審査があるんで、そこだけはね、ご注意ください。金額とか、まあ、年収とか、その辺によっては落ちる可能性もあるということだけ、まあ、念頭に置いといていただけるといいですね。はい。って感じで、何の話だっけどこまで行ったんだっけ、まあ、パソコン組んでみてか。組んでみて、で、まあ、金額か。金額の30万超えしちゃったよって話だね。うん。で、組んでみて、まあ、実際に組んでみてか。実際に組んでみて、
あの本当にでもね、ドライバー1本、プラスドライバー1本で組み立てられました。本当に。あの、特殊な道具とかは何にもいらなくて、うん、もちろん、あった方がね、いいのかなっていう部分は、まあ多少ありましたけど、でもまあ別に、普通にプラスドライバー、うん、1本で、なんとか組み立てられましたね。はい。全部1人でやりました。もちろん。全部1人。あの一応一人暮らしではないんで、ね、あの親とかもいたりするんですけど、うん、全部一人でやりました。あの箱から出したりね、出したりするのもそうだし、一番箱から出すの大変だったのはやっぱ PC ケースかな。めちゃくちゃでかいんですよ。ディバイン7のケース、思ってたよりもでかくてびっくりしてるんですけど、うん、重さもそれなりにあるからね、結構出すの大変ではあったけど、まあでも全部、うん、自分でドライバー1本で組み立てました。はい。実際にやってみて一番ちょっと大変だったのはね、CPU クーラーかな。うん。CPU クーラー、いっちゃん大変だったかもしんない。何が大変って、グリス。正直ね、あの塗り方で良かったのかなっていうふうには今でも思うんだけど、あの、グリスって、あの、わからない人に言っておくと、CPU、実際の CPU ね、そのさっき言ったインテルの13世代の CPU と、CPU クーラーの、間に塗る、なんつうのかな。ちょっとしたなんか、まあ、泥みたいな、グリスっていうのがあるんですけど、それをね、こう塗って、その CPU と CPU クーラーをこう、ぴちょってくっつけて、で、CPU から出た熱を CPU クーラーに集めて、それを冷やすみたいな構造になってるんですけど、まあ、そのグリスの塗り方がね、やっぱいろいろ人によってあるらしくて、うん、なんか、真ん中に、なんか豆粒みたいなものをポチョって置いて、それをこう、圧着っていうのかな。べちゃってくっつけて広げるパターンもあれば、あとは、私が今回やったのは、バッテンタイプ。バッテンにこう塗って、べちょって圧着させるタイプ。あとはもうヘラで広げて、綺麗にやるタイプ、うん。今にして思うとね、ヘラでやった方が良かったんじゃないかなって思うんだけど、でもヘラがついてなくて、そう。私が買ったね、CPU クーラーか。ドクチュアの CPU クーラーにもグリスが付属してはいたんですけど、ヘラはね、ついてなかったんで、もう、まあ、バッテンでいいかってことで。バッテンにしてやったんですけど、ここがね、ちょっと緊張もあり、うまくできたかなっていう不安点でもあったので、ちょっと一番大変だったっちゃ大変だったかな。うん。まあ、それ以外はほんとね、うん。なんかパーツをカチャ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 くっつけていくだけなんで、まあ、そこまで大変ではなかったかな。あとはね、大変だったといえば、まあ配線かな。ちょっと配線の部分に関してはね、結構、まあ、悩んだりはしたね。YouTube の方見たりとか、ネットで調べたりとかしながら、まあやりましたね。うん。まあこの辺も、いろいろ勉強しながらにはなるので、まあ大変かなとは思うけど、でも楽しいですね、やっぱね。うん。あ、こことここくっつけたら繋がるんだ、みたいな、とかね。うん。私の今回買ったディファイン7とかだと、なんかファンハブっていうのもついてたりするんで、余計になんか、え、このファンハブのこことここくっつけんの？え、どこ？みたいな。CPU のファンはどこに接続すりゃいいの？みたいな感じだったりとか、うん。説明書が英語でわからん、みたいなね。こともあったりして、はい、結構大変だったんではあるんですけど、まあ、楽しいは楽しいですね。はい、まあ、あとはあれだね、あとYouTube でさ、同じようなパーツで組んでる人もね、もちろんいたりして、それこそ瀬戸康史さんとかねの動画参考にさせてもらってはいましたけど、やっぱ最終的にはでもね、やっぱ自分の買ったパーツについてる説明書、うん、やっぱね、あれ見なきゃダメだね。うん、あれ必須だと思います。最初の人は特に。慣れてる人は別にいいと思うんだけど、最初はね、やっぱね、自分の買ったパーツに付属の、特にね、マザーボードと、私がよく特に見たのはね、マザーボード、あと PC ケース。うん、マザーボード、PC ケース、あ、なんだっけな。あと、まあ、電源は見てないな。電源はどっちかっていうと、動画とか見ながらやったかな。うん。マザーボード、PC ケース、あと CPU クーラーもかな。うん。
この辺はね、結構ちゃんとね、自分で説明書見ないとよくわかんない部分が結構多くて、うん。この辺はね、ちゃんと見といた方がいいかなと思いました。まあ、私 CPU クーラーに関しては、まあ、私が空冷でね、ノクチュアのやつだったから、うん。なんかいろいろこう、ね、その、なんつうの、ラジエーターじゃねえや、なんか金属部分からね、ファンをこうパンって取り外したりとか、ね、いろいろやる必要があったからちょっと説明書見ましたけど、水冷だったら、あ、でも、水冷は水冷でなんかいろんな電源ケーブルが伸びたりしてるらしいので、まあ大変っちゃ大変なのかもしれないけど、はい。まあでも特にやっぱり言うんであれば、マザーボードとケースの説明書はね、絶対必須だね。あれがなければマジで何もできなかったね、本当に。うん。なので、説明書はね、めちゃくちゃ大事だと思いますんで、うん。私はね、やっぱね、その動画見てればなんとかできんじゃねえかなと思ってたけど、うん。あれだけじゃさすがにやっぱね、わかんないよね。うん。まあ、いろいろパーツが違ってくる部分もあるし、うん。やっぱ、YouTube の動画だと若干省いてる部分もね、あったりするから、うん。自分のパーツの説明書とね、にらめっこしながらやってみるのが勉強になるかと思います。はい。まあ、最後のまとめにはなりますけど、でも本当、勉強になりました。いろいろ。うん。パソコンのことまた詳しくなれたんじゃないかなと自分では思ってます。はい。本当ね、まあ、CPU のことを、クーラーのこと、マザーボードのこと、メモリのこと、SSD のこと、GPU、まあ、ケース、電源、まあ、いろいろパーツ買うときにもね、一歩一歩勉強しましたし、はい。まあ、総じて言うんであれば、本当にやってよかったなって思いました。あとそのやっぱね、パーツが自分で好きなパーツ組めるってのが、うん、良かったなって思います。やっぱサイコムさんだと、組めるパーツにね、ちょっと限度が、はい、あったりするので、まあ妥協しちゃうとやっぱカラーがね、うんこ色の、パンになっ、うんこ色のパンになっちゃったりとか、まあ、最終的に嫌だなって思うことあったと思うんですけど、自分で好きなパーツを組んで、出来上がったパソコンはね、やっぱ、ああ、自作して良かったなって、今では思います。うん。しかも、後々調べてみると、サイコムさんで、見積もりしてもらったやつに、まあ、グラフィックボードとかをね、後から買って、つけると、やっぱもうちょっと値段跳ね上がるってことじゃないけど、値段がやっぱ上がります。うん、32、3万ぐらいになっちゃうので、やっぱ自作する方が少し料金は安く抑えられるかなとは思いますね。うん。まあ、ただその分、ね、いろいろ受けられる、まあ、保証だったりとか、うん、まあ、自分で組む手間がね、なくなったりとか、不具合が起きたとしても、ね、なんとか、ね、自分でやらなきゃいけないからさ、自作だと。うん。その辺がないのは、やっぱり、まあ、BTO のいいところかなと思うんですけど、はい。もう私当初ね、BTO で頼む予定だったんだけど、いきなり自作することになっちゃってね、はい。全然予定外ではあったんですけど、まあ、最終的にはやっぱやって、よかったかなと思います。はい。パソコンもヌルヌルで動いてますし、まあ、今もね、Adobe Audition で全然収録できてますんで、はい。いやー、大変だったし、お金はめちゃくちゃかかっちゃったけど、最終的には満足しております。うん。まあ、ここから長い間使っていってね、まあ、もしかしたら不具合が出てくる可能性もあるとは思うんですけど、まあ、ちょっとね、いろいろ勉強したんで、それの知識とかね、駆使ながら、ちょっと頑張っていきたいなと思っております。はい。というわけで、まあ、今回の配信は、ここで終わりにしようかなと思います。約2時間くらい喋ってる？うん、だね。疲れた。まあ、久々の配信だったんで、ちょっと、ね、うん。ちょっと思いの時をいろいろぶつけてみました。はい。で、パソコン、の設定云々に関しては実はまだ終わってない部分が結構あって、うん、まああれ、ね、パソコンのね組み立て自体はもういつだ、まあ昨日と一昨日は仕事があったりはしたんですけど、もうね土日ぐらいで完成っていうか組み立て自体はもう終わってて実は、うん、もう OS も入って起動もしてっていう感じで、ね、普通にパソコン使ってたんですよ実は。なんでそこからねいろいろ必要なソフトウェア、Adobe とか、あったんだ、OBS とか、はい、その他諸々のね、前使ってた環境を、まあ、こっちに新しく持ってくるみたいな作業がね、あったりするんですけど、まあ、それやったりとかも、まあ、大体終わったっちゃ終わったのかな。うん。
まあ、あとは、前、これ言ったかな。これ新しいパソコンにしたらやりたいって言ってた、ステーブルディフュージョン。AI がイラスト描いてくれるってやつね。はい。まあ、それなんかをちょっとやってみたいなと思ってるんで、その環境を整えたりとか、あとは、まあ、ゲーム実況だね、やっぱね。うん、OBS でのゲームの配信、録画とかね。うん。これもちょっと前言った、クドラ時代言ってないのかな。今後その、うん。ゲーム実況については、その、来年ね、モンハンとかね、ブループロとか出ますけど、そういったオンラインで対戦したりとか、協力したりするゲームに関しては、まあ、Twitch でライブ配信して、まあ、ストーリー重視の私がやってるようなヘブ版とか、黒の奇跡とか、モノメビに関しては、録画で、うん、収録して、それを軽く編集加えて、YouTube でアップしようかな、みたいな話もしてたんで、はい。って感じです。うん。でヘブ版に関してはね、しかも、スチーム版をプレイできるようになって、はい。もうね、データ連携も、はい、やって、もうすでにね、スチームでヘブ版ちょっと遊んでみたんですけど、めちゃくちゃいいね。スチーム版のヘブ版めちゃくちゃいいよ。うん。まあ、画面サイズがやっぱフル HD になるし、うん。まあ、できれば 4K が良かったんだけど、私ディスプレイが 4K ないので、はい、フル HD で動かしてみたんですけど、フレームレートもね、60fps 以上多分出てるし、はい。まあ、それをね、録画して、まあ、YouTube にアップするっていう形で今後は、ね、やっていこうかなと思っております。はい。まあ、詳しいゲームの話とかはね、また今後、しようかなと思ってますんで、はい。よろしくお願いします。はい。って感じですかね。はい。というわけで、まあ、今回、ちょっと6日ぶりに収録してね、初めて、新しいパソコン環境で Adobe Audition で収録してね、見たんですけど、もう約2時間、うん、2時間喋り続けてしまいました。ちょっとだいぶ長いね、配信になってしまったんですけど、はい、長い時間聞いていただきありがとうございました。はい、それでは、今回の配信はここで終わりたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。